高知県土佐郡土佐嶺北コンフィデンスフラワーの山中則夫です。まあ、父親が勤め人だったんで JA で働いてまして、でそれを自分が中学校卒業と同時に退職して農業を始めました。国際農業者交流協会っていうのがあって、オランダ、ドイツ、デンマーク、スイスで1年研修できる制度があって、それのオランダに応募して行きました。スカシユリの農家で1年間研修させてもらいました。まあ、仕事へのこう意気込みとかそういうのはすごいこう向こうではできましたね。もともとはその初め地元中心の出荷で、その地元がちょうど夏場に北海道新潟とかから入れにゃいかんのを地元で作れたらっていうので、もともとここの地域での栽培が始まったんですけど、まあ、それでそれに合う品種でトルコイキョウとかユリとか、あと他のアスターとかもオランダで1年研修したのもあって、ユリへの思い入れというかもあったり、地元だけで消費できん分を出したりしていく中で、まあ、この地域の良さをこうもっと生かしてくれるというか、はい、そういう市場があって、で徐々にやっぱユリ中心に変えていきました。一応2月から植え付け、球根の植え付けが始まって、2月から9月の前半ぐらいまではずっと球根を植え付けながら、ユリの出荷は、5月の中旬ぐらいから12月いっぱいまで出荷してます。今自分ところでの栽培がその期間で19万本で、グループで、33万本を出荷しています。従業員の雇用もあるんで、2月から3月いっぱいチューリップとラナンキュラスも一緒に出荷しています。で5月はカンパニュラっていう草花も出荷したり、であとの期間は6月から12月までがユリで、その中で9月10月にトルコギキョウも出荷しています。この嶺北地域は高知市の真北に、本当に真北に位置していまして、四国山脈のど真ん中にの高知県寄りに存在しています。でグループのコンフィデンスフラワーは本山町に1軒、土佐町に1軒、大川村に1軒ありまして、本山町が標高 400m で、土佐町が 600m で、ここの大川村が標高 800m と、でそれぞれの地域で、花を栽培しています。出荷先は鶴見、京都、あと梅田で、あと広島東部で、あと沖縄県柿市場で、あと地元の土佐柿市場に出荷しています。シベリアを中心に栽培していますので、葬儀屋さんが多いと思います。やっぱ軟弱になりやすいので、それが一番ちょっと栽培で難しいですね。一番大きい面積が一旦5世、一番ちっちゃいのでいうと2世っていうのがあって、それを含めて全部で9棟です。花瓶とかに家で挿した時の一本のこう存在感というか、花が開いた時の、それがユリはすごい綺麗やなと思って思います。土佐嶺北コンフィデンスフラワーの花をよろしくお願いします。